はい、今日は Z900R 川崎の、ね、車両になっておりますけれども、オーナーはジュンさんです。どうもいつもお世話になっております。お疲れ様です。あ、これなんつうんでしたっけ。イエローボール。あ、イエローボールだ、はい、あ、そうだ、オレンジボールとかイエローボールって言うんですよね。これ随分待ったんじゃなかったでしたっけ、購入。待って待って、どれぐらい待たれたんですか、頼んでから。1年半ぐらい。1年半待って忘れた頃に届いて。これはね、超かっこいいっすよね。あの昔からあるこのスタイリングにこのモノショックでね、でもかっこよく仕上げてあるよな、これな。結構ノーマルのマフラーでも音圧あったな、さっき音聞いたら。なんかちょっとノスタルジックな形を残しつつもね、近代的なこのかっこよさもありの、すげえうまくできてるよな、これな。僕も実はこれ、ほんとね、最終的に最後のバイクなんかってチョイスできたら相当候補に上がる一台なんですよね、実はね。すげえかっけえなと思って。マスターに売ります。ただね、川崎車乗るのがね、どうなんでしょうね。いや、もうだから、そうだな、鈴木の契約、切られたらこれ欲しいです。いや、別に乗ってもいいんですけどね、昔、ゼファー乗ってたから。いや、いいな、これ買っちゃえな。ジュンさん、これはチョイスの決め手って何だったんですか？黄色。カラーリング。カラーリング。黄色が好きなんですよ。ああ、なるほどっすね。もともとレモンが好きなんで意味が分かんないけどレモンが好きだからイエローボール。そんな買い方あります？レモンサワーがもともと好きなんでそんなバイクの買い方ありますそんなっすか。いや、だってなんか決め手はあったんでしょ。でもまあ、すげえ待って買うってあれか。ちょっとでもいろんなバイク持ってましたもんね。これ注文入れた時って買えると思わなかった。まあ予約だけ入れといてみたいな、でもその間いろんな大型車両乗り継いで現在に至るですもんね。で、今メインの足はジクサーになってて、なんて贅沢なバイクライフなんだ。じゃあ、僕が最後街中走るバイクはこれで、ジュンさんから買います。5万円でお願いします。いや、入っていっちゃった。はい、今日はね、ジュンさんの川崎 Z、 あ、Z なんて言うんだっけ、 Z900R1000 のね、ご紹介でございました。あ、違った、 Z900RS SE のご紹介でした、はい、ありがとうございました。もう超かっこいいの、これ。もう Y2 ファクトリー。